1998OR には、アモール群に属する小惑星である。現在知られている中では特に見かけの明るさが明るく、かつ大型の潜在的に危険な小惑星の一つである。1998OR には1998年に、ハワイマウイ島にある、ハレアカラ天文台で観測を行っていた、地球近傍小惑星追跡プログラムによって、発見された。 発見後に1987年にサイリングスプリング天文台から2回、1996年にスチュワード天文台から3回観測されていたことが判明している。絶対等級を15.8等級、アルベドの過程値を0.20とした時の大きさは 2.06km と計算されている。一方でアメリカ航空宇宙局は大きさを 1> 約1.8から 4km ほどとしている。ライトカーブデータベースでは 1998OR2 のスペクトル分類は S 型と仮定しているが、クリスティーナ・エイ・トーマスらによって2014年に報告された観測結果では L 型とされている。2020年4月にアレシボテ天問題によって行われた 1998OR2 のレーダー観測により、 形状に大きな凹みが見られ、表面に丘や尾根のような地形が存在していることが確認された。また、この時に地点周期が4.1時間であることも判明した。1998OR2 という名称はカリフ号であり、2020年3月時点では 1998OR2 への固有名の命名は行われていない。 2020年4月29日に地球に最接近した時の 1998OR2 の位置。地球の周りにある白線は月の軌道。1998OR2 は軌道離心率0.573の歪んだ楕円軌道で太陽を3.68年かけて降転しており、軌道長半径は 2.384AU だが近日点では地球軌道付近にまで接近する。 そのため、地球軌道付近を公転する地球近傍天体であり、なおかつ地球に衝突する可能性がある潜在的に危険な小惑星に分類されている。潜在的に危険な小惑星に分類される 1998OR2 の地球軌道に対する最小交差距離は約 0.015AU で、 20世紀から22世紀にかけては地球から 0.5au の範囲内に19回接近する。次に地球付近に接近するのは2020年4月29日9時56分で約 0.042au まで近づく。22世紀までに 最も地球に接近するのは2079年4月16日13時31分で、現行の最小交差距離よりも近い約 0.012au まで接近する。さらに、月に対しても、その67分後に約 0.009au まで接近すると見られている。2020年4月の地球への接近について大きさが、 数キロメートル程度とやや大きいことから衝突した際に生じる気候変動などの大規模な影響についてイギリスのタブロイド誌であるデイリーエクスプレスやアメリカの技術系専門ウェブサイトビジネスインサイダーなどが取り上げているがアメリカ航空宇宙局は2020年の接近で 1998OR2 が地球に衝突する恐れはないとしており 全体衝突の危険性を評価する尺度として使用される鳥のスケールでの評価すら行われていない。そのため、これらの情報サイトで取り上げられている 1998OR2 にまつわるセンセーショナルな内容は、不条理であると一周する声もある。ありがとうございます。